皆さんどうもご機嫌いかがでございましょうか。つづりでございます。新世紀オデッセリア2、ラストパート続きをプレイしていきたいと思います。はい、前回の続きからですね。前コキュートスって言ってしまいましたが、コキュートス、コキュートス、なんか間違ってました。コーキュトスですね、すいません。コーキュトスの間違いに行きたいと思います。人間め、冥王様の野望を邪魔させるものか。お前が邪魔だ。まさね、アルゲス。野望の邪魔をさせるものだ。お前が邪魔だ。アルゲスを倒した。おお、上がりましたね。いいですね。無礼。ペロペ、我々は光を手に入れるのだ。これぞ我が冥府の野望。人間など滅び去れ。力を持って制すのならば、力で答えるまで。なぜ問いかけん。
人には情がある、共存の可能ではなかったか、下等な生物が何をほざくか、ペロペス、人間などを滅ぼされ、アラデセスならすいません、間違いませんでした。余裕ですね。ステロペスを倒した。地上に残った同胞を迫害したのは貴様たち人間ではないか。あるべきところへ帰れ、など、偽善者の言い逃れにすっぎん。ならば、私欲のための犠牲は許されるのか。貴様たちの勝手な野望で、多くの命が滅ぶことをなぜ罪と問わぬか、問わぬのか。彼らはそれを知っていたから滅びを選んだのであろう。手に生を受けた誇りを持って、人間は貴様たちの踏み台にはならぬ。皆さん、かっこいいですね。お前か、ロンテ、ブック、お前たちはあの方には勝てぬ、この冥界にいる限りな。こいつらは足止めか。この通りだ。イリア、うん、デュースめ、つまらぬことを。まあいい、滅ぼすことには変わりはない。やめろ。どうだ、人間よ、悔しかろう。貴様らの希望はたった今、ついえようとしている。あがくがいい、悲しみに暮れ、泣き叫ぶのだ。貴様ら虫けらには一番の似合いだからな。せるか、バカめ。力の差を分からぬほど愚かな行為はない。諦めて冥府に尽くせ。さすれば奴隷としてこき使ってやらんでもない。死んでも断る。ならば死ね。さて小僧、どうする。うん、言って素直に聞く輩ではないな。では、仲間と共に行くがいい。ん？何事だ？父さんが倒れた？波動流出が始まったのか。そうか、ついにドラケンがくたばったのだな。待ちかねたぞ、クックック、ふわははは。これで地上界は私のものだ。うわははははは。うわははははは。
おお、そうだ、浮かれてはおれん。この娘を始末しま、すいません、この娘を始末せねば。う、あぐ、なに、こ、そう、貴様、く、このくたばり損ないが、バカだ、は、まさか、たま、やつの血を、肉体が滅び、分身と化したの、同化したのだな。しかしなぜだ、ドラケンの、すいません、間違ってたら、ドラケンの血統は、ラハンに、立たせたはず。どうか、倒れたと見せて、後をつけたのか。陸店員を利用したな、それではわからぬはずだ。なるほど、この娘を、そういうわけか、俺、2年目。ずいぶん長いこと地獄を見せてくれたな。赤目、周りが見えんらしい。ここは冥界だぞ。精霊どもは私の支配下だ。貴様がいくらあがいても、その力が意味を持たねば仕方あるまい。どうよ、この場もろとも吹き飛ばしてくれるわ。貴様は平気でも、天使のその娘や仲間の人間はどうだろうな。冥王、あなたの勝手にはさせない。ママら、どうやってタロタロ、すいません、いいところでタルタロスを脱出した。えい、邪魔だ。何、力が、精霊どもよ、どうしたの。精霊たちは我々が抑えました。父上、もうやめてください。黙れ黙れ。はっ、おっ、みんな、皆さんの傷は治しました。今のうちに地上へ向かってください。えい、行かせるものか。ブロンテス、ストレープ、ステロペス、アルゲス、私に力を貸せ。来ましたね、ボキュータリアン。で、地上界を狙う獣物を見入れたけ、すいません。こういうこと言ってます。タリアンを倒した。すごいですね。許さん、許さんぞ。これで終わりかと思ったのに。
無礼、どこにそんな力が、ぐわー。こういう鳥の発射。あ、上がりますね。戦わなきゃいけないのかな、また。あなたは、冥府の頂点、それでいいではありませんか。黙れ、許さんぞ。早くしてくれ、これ以上父の力を抑えることはできない。いいのですね。はい、冥府の波動はすでに地上界に流れ出しています。怪物どもが上がる前に分離を完了させなければなりません。急いでください。心配しないで、私たちも後を追います。あった。地上だ。エイラさん、どうやら間に合ったようだね。これで地上界は救われるんだ。よかった。どうした？そうか、シオンさんたちを待ってるんだな。おい、待てよ。冥王のやつに手こずっているんだよ。次に来る。エルグ、私。え？今までずっとありがとう。今更なんだよ。俺からだって。え？私のことを人として見てくれたこと、すごく嬉しかった。みんなのことも忘れない。そして、あなたのことも。おい、さよなら。おい、待てよ。う、どういうことなんだ。地上界と冥界を分離するには、その次元構造から冥界の方を動かさねばならない。地上界では連結する展開にまで影響が出るんだ。だから発動者は冥界にいる必要がある。残念だが、あの娘とは二度と会えない。前例のない強大な方をあの小さな肩に背負うのだから、あの娘自身も耐えられるかわからないだろう。そして次元が分離してしまえば、従来は不可能なんだ。こんなバカな。ごめんなさい。でもこうするより仕方がなかったの。私だってずっと一緒でいたかった。イリア！よせ、彼女をこれ以上困らせるな。彼女だって辛いんだ。さあ、外に出よう。嫌だ！む、話せ！バカ野郎！なんでだよ！あの約束はどうなるんだ？前から分かってたんだ。ずっと一人で苦しんで、クソ、俺は何もしてやれなかった。イリア。洞窟の出口は七色に輝き、四方にまわゆいばかりの光を放った時、割れんばかりの轟音と地響きが起こり、大地は揺れ、空はかき曇り、雷鳴が轟いた。大地が泣いている。連れ添い合った友を奪われるかのように、一人の少年の悲痛な叫びを包み込むかのように、
大地の震えが収まった時には冥界の出口は消えて行き止まりの洞窟と化していった。冥界の次元分離は成功した。もう冥界の怪物が現れることはない。そのために多くの尊い犠牲があったこと、その記憶を刻み多くの思いを胸に彼らはこの地を離れた。
もう来たか。飛行を呼んだのは他でもない。よくぞ地上界を、冥王から守り通した。私からも礼を言うぞ。まさか次元ごと分離してしまうとは思いをもよらなかったかな。しかし自然の摂理を曲げてしまったことには変わりありません。ご処分をお願いします。処分？何のことだ。コーラは非常守護の義務を果たしただけだ。なぜ罰する必要があるのだ。そのために尊い犠牲を生んだのです。掛け声のないものを失ってしまった。精霊たちは自らの意志で従ったのだ。それは犠牲とは言えんが。いや、そうではなくて。それより貴公に礼を言いたいという者が他にもおる。早く会わせろとうるさいのだ。会ってやってくれ。え？どうしてここに？ごめんなさい。早く地上と連絡を取れればよかったんだけど。やっとの思いで冥界から逃れてきたというわけだ。天界と冥界を連携する通路があったんだ。これは私らも知らなかったんだけど、考えてみるとシオンがこの天界から冥界に行くのに使っているんだよな。ごめん、忘れてた。じゃあまさか。ええ、早く行ってあげて。エリア。感想でございます。新世紀オデッセリア2の実況はこれにて終了でございます。今回前作の続きということで、結構すぐ終わるかななどと思いきや、すごいボリュームで驚きました。そして感じに悩まされました。すいません。シナリオもきちんと練り込んであり、ドラマティックな展開になっておりました。音楽もとても魅力的で、戦闘システムがややきついと感じましたが、本当に最後まで楽しんで、非常に楽しんでプレイすることができました。いかがでしたでしょうか？さて、そんなぐだり動画ではございましたが、ここまでお付き合いいただき、本当に感謝いたします。本当にありがとうございました。次回の動画でまたお会いいたしましょう。さて、次回の実況ですが、私も楽しみにしていたファイナルファンタジー5を予定してございます。どうぞお楽しみに。それでは、ここまでのご視聴、本当にどうもありがとうございました。失礼いたしまーす。